里光、佐藤光晴、夏休みの沖縄でオードリーとばっかり、山崎玲奈と、劇団山崎、熱演で、お手頃価格。東京 FM、山崎玲奈の誰かに話したかったこと。月に、あと1時が11日、東京半蔵門の同局ホールで番組初のイベント、誰花夏祭り、を開催。第2部のゲストには、ドキドキキャンプの佐藤光晴、かかずゆみが登場した。涼しきな浴衣姿で登場した山崎は、会場の歓声に応えながら、ようこそ、おいでくださりました。ありがとうございます。元気ですか？暑い中、お越しいただいてありがとうございます。と笑顔で呼びかけた。ほどなくして、ゲストの佐藤が登場。夏休みについて、基本的に僕のスケジュールは、オードリーのスケジュールが決まってから決まるんですよ。作家を担当している、オードリーが土曜の夜に、オールナイトニッポンをやっているので、オードリーの夏休みがここになったので、里光さんもいいですよって、そこで僕の休みが決まるから、これは家族と出かけようと。妻と子供と相談して、沖縄旅行に行ったら、春日も若林くんも沖縄にいて、向こうでラジオやればよかったって、と笑わせた。番組でもおなじみの、劇団山崎のコーナーでは、番組でもおなじみのキャラクターを元にした、ハムゴリ失踪事件を行い、佐藤も熱演。グッズ紹介も兼ねたパートでは、春日俊明よろしく、お手頃価格、も飛び出した。河合寛裕ドロッププレゼンツ、よ、ミキカ、セでは、かかずゆみが、大人のよ、ミキカ、セを実施。普段とは一味違った、よ、ミキカ、セに、夏の暑さを吹き飛ばすような、ひんやりとした時間が流れ、迫力ある読み聞かせに、会場から大きな拍手が送られた。午後1時スタートの第1部には、花澤香菜が登場した。配信チケットは、25日まで販売されている。